高等学校総合体育大会男子バレーボール競技大会決勝、熊本県代表鎮西高等学校対東京都代表駿台学園高等学校の試合を行います。試合に先立ちまして、審判並びに高等記者委員をご紹介いたします。ファーストレフェリー弘中修司、山口県。セカンドレフェリー井上翔吾、石川県。高等記者委員は金沢商業水星高等学校バレーボール部の皆さんです。両チームのスターティングプレーヤー並びに監督をご紹介いたします。はじめに鎮西高等学校、1番平島明、2番平田優馬、3番仁美晃太、4番増本晃太、
you
2回目のタイムアウトです。Yeah.
Go!
Yeah.
高等学校1回目のタイムアウトです。Thank you.
Yeah!
Thank you.
全体的まあ寄る時は寄ってますけど、なんか一回目で成立するようになってます。
Thank you.
Thank you.
新生高等学校1回目のタイムアウトです。Oh, my God.
Thank you.
ト31対29、第4セット25対21、第5セット20対18、セットカウント3対2で熊本県代表鎮西高等学校